その音色は信じ合う音、その響きは命の証。今日のグッドサインは、夫婦で奏でる日々への感謝、琵琶湖ノート。大津市北部和邇駅のそばの喫茶店でミニコンサートの準備が進んでいます。バイオリンとビオラ、2つの弦楽器で奏でられる小さなクラシックコンサートです。演奏するのは川本学さんと高村明夫さん、20年以上連れ添うご夫婦のユニットです。もう12年間、地元の地域をこう盛り上げるっていうのと、暮らしにもうちょっと近いところで音楽があってもいいなっていうのをなんかちょっと伝えたいっていうのは。広島出身の川本さん、東京出身の高村さん、幼少期からクラシック音楽の魅力に触れ、共に演奏家としてのキャリアを積み上げてきました。そんなある日、川本さんを病魔が襲います。繊維筋痛症と呼ばれる難病がその体を蝕みます。体がこわばったり、 あちこち体が引っ張られて、まっすぐ歩いてるつもりが突然平らなところでこけてみたりとかです。やっぱり痛みに気持ちや神経が集中してますので、注意力がなくなるということですね。全身を襲う痛みはなぜか音楽と共に過ごしていれば紛れるといいます。川本さんの音楽活動は病と共存するための自分への挑戦でもあるのです。演奏をするということで、もし必死で治そうっていう、これ乗り切ったからこのままやっていいのか、いいんだっていうふうに、なんか何かやっぱりそのことを起こさなかったら、自分の方向性だったりやりたいことだったりっていうのがね、分からない。本番が終わって割とこうやっぱりみんながこう癒されたとか、すごいギャップですね。なんか真横でこう本当に命がけでやったものに対して癒されるんだとか、やり続けていずれは本人もすごい楽しいことやれてるって思って、もう弾けるといいなっていうのもすごいあって、まだまだ修行が足りないせいかそういう域にはまだ程遠いですかね。私たちを癒す優しい音色、それは音楽の力を信じる響きです。